おはようございます。ようこそお越しくださいました。ゆっくりハムスターのきなりです。今日も占っていきます。少しでもあなた様の一日のアドバイス、きっかけになれば幸いです。それでは早速行ってみましょう。まずはラッキーナンバーとラッキーカラーを出していきます。ラッキーナンバーとラッキーカラーは占い中、僕の上に表示されてます。サイコロの出目がナンバー、サイコロが転げた先の色がカラーです。本日のラッキーカラーは黄緑、ラッキーナンバー6です。それでは続きましてタロットカードで占っていきます。シャッフルして2枚のカードを出しています。どちらか選んでいただいてもいいですし、両方の結果の複合でも OK です。アルケミアタロットカードを使っていきます。どちらか選ばれる場合は決めてください。リーディングに入っていきます。約10秒間お取りしました。進めていきます。まずは1枚目めくります。カップの女王の正位置が出ました。受け入れて本質を見抜く。他人の本心を読み取る力が高まるため、理解力が強まります。大切な何かを育てたい、愛の調和に満ちた関係に包まれたいという時です。自分の芯を持ちながら、周囲と調和を保てる時です。感受性や直感力が高まっているようです。愛する人から深く愛されることを望んでいたり、満ち足りた暮らしをしたいと願っているかもしれません。あなた様が欲するものは、間もなく手に入るでしょう。才能を根気強く育てている最中なのかもしれません。意外な相手から愛の告白をされたり、それまで気づかなかった懐の大きさを感じるかもしれません。不安の種は消え、変わって、愛と友情の素晴らしさを実感する出来事に恵まれます。あなた様を取り巻く環境に、良い兆しであることは間違いないでしょう。優しい援助者が登場して、良い方向に物事が進むと捉えて良いでしょう。カップの女王の正位置の意味は女性からの愛情、母性愛、援助、良妻賢母、社会福祉、インスピレーション、協調性、パートナーを最愛の人と認める、柔軟な対応。二枚目めくっていきます。ワンドの位置の逆位置が出ました。挫折や破滅、失望するニュース。進歩する努力を止めているかもしれません。物事は退屈で予測可能であることを意味しているので、あなた様は今の人生を楽しいものではないと感じているかもしれません。情熱を失うことはないかもしれませんが、少しそれを抑える方がいいかもしれません。大きすぎる情熱は良い結果につながらない可能性があります。意欲が低下し、物事が終わりを迎えつつあることを暗示します。熱意や気力が冷めてしまい不十分な状態や、やる気がなくなってしまっている状態です。何かを始める際に今のあなたではうまく力を発揮できないかも、もう少し準備をした方がいいよと教えてくれている可能性もあります。ゴールや目標が高すぎないかチェックして、方向性を見直してみるといいでしょう。逆に力が暴走にしていることを表す場合もあります。新しいことを始めることに躊躇しているかもしれません。浪費された才能あるいは逃してしまった機会を表すこともできます。新しいことを始めようという動機の欠如を表すこともあります。新しい出会いに抵抗を感じるかもしれませんが、あなた様の新しい道を見つけるためには新しいものが必要となります。ワンドの位置の逆位置の意味は関係を清算する、自分から身を引く、離縁、やる気のない環境、先細りの経営、事業撤退、誰かが去っていく、足を引っ張る人がいる。本日の占いは以上になります。
少しでもあなた様のお役に立てれば幸いです。最後までご視聴ありがとうございます。気に入っていただけましたらチャンネル登録・高評価をよろしくお願いします。ぜひまたお越しくださいね。